1999年に鎌倉で一番古い杉本寺というところで私は生まれて初めて除夜の鐘をつきました。本当に思いを込めてゴーン、世界中の人が幸せでありますように強く祈ったらモリンダがやってきたんです。私は片山恵理子です。今は東京の港区に住んでいます。夜景が綺麗でしょ。このタワーマンションは富士山と皇居の間に位置しています。日本では昔から富士山を神として崇めています。その神様のパワーをがちょうど通るのがこのタワーマンションの位置なんですね。ですからこのタワーマンションにはいい運気がたくさん渦巻いています。私が好きなことは読書です。もう本を読むのが大好き、ないといられないですね。料理も大好きです。そして次に好きなのが食べること。でもやっぱり太ってしまうので太らないように走ったり、あとそれから小さなエクササイズをしてます。であとそれからこれ皆さんに教えたいんですけれども、ペンギンダンス、ペンギン体操ペンギンダンス。エリコは食事をした後によくペンギン体操をしてます。ペンギン体操っていうのはこんなペンギンに似たような運動をするんですけれども、体を引き締めるためにその運動後にプロテインプラスを飲みます。もうすごく効果的に体が引き締まるので気に入っています。それからお菓子が大好きなので、お菓子の前には必ずシュガーコントロールファイバーを飲むようにしています。私はこのモリンダに携わる前は秘書をしていました。とっても楽しい仕事だったんですけれども、やはり自分の自由にはならないし、上司の言う通りにやはりこうやらなければいけないので、まあつまらないといえばつまらなかったかもしれないですね。私がモリンダをスタートした理由は健康でもないしお金でもありませんでした。自分自身を変えたかったから、自分との戦い、自分がもっと強くなりたかったから、そして大きなことを成し遂げたかったからです。そういう人はすごくたくさんいらっしゃるんじゃないかなって私は思っています。エリコの成功の理由はコツコツと努力をずっと続けていることです。誰よりも頑張っているっていうことだと思います。私もネットワークビジネスの経験がないんですけれども、私の仲間たちもネットワークビジネスの経験はありません。私は何も働いたこともないですし、ネットワークビジネスの経験もないんですけども、エリコさんから毎日コツコツ努力をすれば成功できるっていうことでコツコツやったらできました。毎日みんなで会って、楽しく語らうことがまずこの仕事の第一歩だと言われましたので、それなら私にもできるんではないか、誰にでもできることだと思って一生懸命励んでまいりました。モリンダのシステムが成功できるように、誰でも成功できるように仕組まれているんですね。努力さえしていればモリンダビジネスは成功できるんです。モリンダのおかげでエリコと出会うこともできましたし、結婚することもできました。そしてたくさんのお金もいただけましたし、たくさんの人を助けるということもできるようになりました。人を助けていけるっていうのが一番の幸せだと思います。そして僕の一番の幸せはエリコをもっともっと幸せにすることです。モリンダビジネスを本当に思い切って一歩踏み出してやってよかったと思います。幸せになれました。一点の曇りもない幸せ、そんな仕事他にないですよね。